8月に歌手活動再開ヒカワキヨシ47誕生日にもらったジェラートピケのパジャマを着た美脚あらわな最新ショット公開歌手のヒカワキヨシ47が誕生日にもらったジェラートピケのパジャマを着た最新ショットを公開した映像ヒコマロラに誕生日を祝福されるヒカワキヨシ複数カット 2024年8月17日に開催したコンサートで、およそ1年8ヶ月ぶりに歌手活動を再開した日川。インスタグラムでは散歩中の様子やプールで犬と遊ぶ姿など、プライベートの様子をたびたび発信している。9月7日の更新では、誕生日当日に大好きな親友にお祝いしていただきました。みんな信頼してるホッとするファミリーと綴り、 タレントの彦コマロ、57加藤茶の妻、加藤綾菜三36ら友人たちに誕生日を祝福してもらったことを明かしていた。そして12日の投稿でも、バースデーケーキの写真を添えて、心が通じるファミリーが側にいてくれて私は世界一幸せ者です。深く感謝します、とコメント。続けて、ギフトしてくれたジェラートピケのダックスパジャマに涙し、 と誕生日にもらったというショートパンツのパジャマを着た自撮りショットを披露している。アベマニュースより